皆さん、こんにちは。ピアノの練習、頑張ってますか？さて、今日は、雨降り熊の子を弾いてみたいと思います。この曲はペダルもついていて、ちょっと難しいかもしれないけど、頑張ってみましょうね。この曲を弾くにあたって、楽譜は、子供の歌200、これを参考にしました。テンポですが、108ぐらいと書いてあるんですが、ちょっとだけ落として95のテンポで今日は弾きます。どうしてかというと、パタ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 って焦って弾かなくてもいいテンポにちょっとしてみました。では、5番まであるので頑張って弾いてみます。いかがでしたか？雨降り熊の子です。ペダルは本にペダルの印がついているので、そこでペダルを踏み替えるんですが、ペダルは濁らないようにつけるのが基本なので、こまめに踏み替えてください。音が濁ってるなっていうのはちょっとまずいと思うので、音をよく聞きながらペダルはつけてください。あと、一番終わりの音を大事に弾く。例えば、レミファファラドドシシシシミ。ここのミというところで置くように弾くと、とっても素敵に音楽が出来上がるので、そこを気をつけながら弾いてくれるといいです。あとは最後は、慌てずに、ポーン、終わりましたよ。っていう風に弾いてくれると曲がとっても最後に素敵に仕上がります。じゃあみんなしっかり頑張ってね。またね。バイバイ。